さあ、寄ってきましたけどね。やっぱし、こっちには、ローソンではやっぱし、エビマヨのおにぎりはないですね。で、多分、売り切れとかじゃなくて、商品として多分、アイテムとして揃えてないのかな、っていうところでございます。売り場見たら、まあ、補充、がね、そんな感じをしてるっていう状態ではなかったんですけど、まだ多分、この後夜の補充が来るのかなっていう感じではあったんですけど、とはいえ、売り場のね、メンチンのね、アイテム数的に、逆算するとね、多分ここに追加でエビマヨとかそういった追加で商品が入る感じじゃないよね。一通りそのアイテム数は揃ってるよねっていう状態だったんで、多分あれだとエビマヨはないのかなという、見方をしておりますので、ちょっとローソンもこれから弾いていく予定かなというところです。まあ、そんな中ででもね、こんなのあるんですね。何かないかなと思って見てみたら、ローソンはこんな感じでエビマヨの、おかずねとか売ってるらしいです。またこれ後で、別途、レビュー、まあサブチャンネルかもしれませんけど、しとこうと思います。あとなんか今こんなあるんですね。今更なんかもしれませんけど、彩り豊かな7種のおかず、大焼きそば。なんだろうな。ちゃんと普通に、ちょっと美味しそうな商材のはずなのに、なんでそういう時に、ペヤングさんこういう感じになるんだろうなという感じはありますけど、まあせっかくなんでちょっと割ってみたんで、激辛じゃなければ大丈夫なんで、ね、YouTuber なら激辛やれよってね、話だと思いますけど、前もどっかに行ったことあるかと思いますけど、仕事に影響出ちゃうんで、うん。ただでさえ私、お腹が一緒に仕事したいことある人ならわかると思いますけど、2時間ギリなんですよ。ね、だいたい工場とか2時間でね、小休憩入りますけど、あれがもうお腹のもと限界なんでね、だいたいもう、1時間過ぎたあたりからお腹ギュル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 ずっとしてるんで。じゃあ、とりあえず、塩浜の密布か、あっち行ってみて、あるかどうかですね。ちょっとそのあたりを検証してみましょう。よし。楓通りから密封に入れる道あったっけな。これ素直に右折した方がいいのか。いや、右折し2車線あるからな、あまり右折が良くないんだよな。よし、なかったっけな。まぶしい、ここら辺から曲がってきやがったっけな。あっちには通じてないのか。ん、どんつきか。あ、どんつきか。ないのか、道。あ、ないのか。ないのか。しかしさ。やっぱつながってないのか。おとなしく生徒しとけばよかった。あ、おにぎりの桃太郎、そりゃここにありましたね。前田町か、前田町の桃太郎ですよね。あー違う、前田じゃない、中里だや。中里の桃太郎があって、この右折なんでね、二次右折なんでね、うわー眩しい。やっぱめちゃくちゃ眩しい時間帯に入っちゃった。でもそうか、右折であんだここ。あー、そっか、手前の交差点をね、そう、これが通じてるのかなと思った。通じてない。あ、本当だ、ぶった切りなんだ。
しょ。さあ。さあ。さあ。ここで売ってなかったらミップでは諦めよう。もう終売したと思って。さあ、買ってみましょう。さあ。ミニストップ、四日市中里店、やってきましたけどね。残念なお知らせがございます。やはり、ミニストップさん、エビマヨおにぎり、終売してますね。ここのね、お店、もう補充がちょうど終わった後みたいで、パンパンに、ね、なってたんですけどね、ずらーっとアイテム見てたんですけど、やっぱエビマヨないですね。今までエビマヨあったよねっていうところが、代わりに、ツナマヨ、シーチキンマヨネーズ、ツナマヨのところが、ポポポポンと、増えておったんで、そこがのメンチンが、倍ぐらいに増えとったんで、あ、アイテムとして終売したんやな、ということでございます。で、何買ってきたかっていうと、ここですね。エビカニカマ、エビとカニカマっていうのを取ったら、まあ、一応エビやからこれにしとこうかってことですね。100円じゃなくて130円の寿司おにぎりっていうシリーズがあるんですね。めちゃくちゃコーナーにちょろっと置いてあったんで、全然今まで気づいてませんでしたけど、一応これがあったんで、まあエビマヨじゃないんでカウントには入らないですけどね、まあ、一応エビってことで紹介しとこうかなというのを買ってきました。あとは気になった、普通に気になったチーズインハンバーグ110円だったんでね、あ、いいやって言うんでね、いくらだけ買ってくるのね、ちょっと恥ずかしいですからね。で、レジ待ちしとったら、今、こんなん売ってるんですね。プライベートブランドでトップバリューじゃなくてカラムチョチップスとか、なるほどなと買ってきました。まあ今パリパリするんじゃなくてね、後々やっていこうと思いますんでね、とりあえずこれ食ってこう。もうどうやっけんのこれ。あ、こっちじゃなかった。こっちか。こうか。はあ。下に引く。下に引いて。こうね。こうやって食べるんだ。へえ。よいしょ。いただき。うん。待って。マヨネーズ入ってるよね、これ。うん、マヨネーズ入ってる。エビマヨ2段。カウントしていい？カウントしようか。カウントしちゃいましょう。うん。待って、エビにマヨネーズがかかってますからね。うん。あれも実質エビマヨですよ。うん。うん。めちゃくちゃ、とか味は完全にもうエビマヨっすもん。1カウントです。しないとまだ2個目だよ、うん、終わんないよ、うん、ですね。どうしようかな。もうとりあえずセブンイレブン軸で攻めていきましょうか。ないことは分かりましたんでね。